待てよ。待てよ、どうなってるんだ。あ、ここもなんか戻ってきた感じ。あ、戻った。あー、うまい。本日6度目ぐらいの、このお二人。CM テロが。今、なんか適当に、実際に動かしてる。ビリー警察。今日の放送はアポロ13並みにトラブル続いてたんです。少々お待ちください。ビリー警察の指令。いや、なんかでも何でだろう、名前を聞いたことがある。名前聞いたことある。ウーストにも何回もう映っているんでしょうか。映ってるかな。今映ってると思います。はい、今映ってると思います。映ってると思います。何度も何度も、はい、何度も何度もご迷惑をこんばんは。何度も何度もご迷惑をおかけしています。はい、はい、映ってます。はい、すいません、あの回線トラブルで申し訳ないです。はい、改めてやりましょう。その間、コメントまた皆さん書いていただいております。野村さん切れたということでね。黒戸影さん、もうさっきよりもひどい状況なんだけど、実は今黒戸影さん、やっぱり KGB が本気出してますねと。プーチンすごいわということでね。あとリリー K さん、はい、ありがとうございます、見ていただいて。ああ、懐かしの竜英本館でまた切れた、はい、ということで、そこで切れたわけね。で、佐渡山さん、リバーフェニックスさんの役が、リバーフェニックスさんの役が緊張すると眠ってしまう病気の人でした。これはナルコレプシーなのかな、はい、わかんないけど。で、リッタヤンさん、あ、はい、清水さんね、すみません、また回線トラブルでございます。で、と看護部ということで、まだ新規メッセージ。今日、黒戸川さん、今日の放送アポロ13並みのトラブル続出で逆に楽しいと。はい、楽しんで。で、佐渡山さん、特訓カンバーク。黒戸川さん、カブトムシ CM 来たって。ほら、もう CM さんみんなバラバラなんですよ。もう好きになってる。じゃあね、僕このパソコン、自分のパソコンでは、あのスーモが流れてます。スーモ流れてます。で、特訓小僧のやつでは、なんかよくわからない外人の CM が、ね、なんか妙にハイテンションな外人の。逆に今黒子種類分かってきますね。もう黒子がさ、黒子さん、カブトムシ CM ってのがまずすごい気になるんです。そうなんです。あの逆に見たいかもしれない。このお金でカブトムシ何百匹買えるわみたいな話 CM ですね。嘘ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ続きましょう。インターネットショッピング、林さん、じゃあ続き、竜炎本館で切れたというところで気になりますね。そこから行きましょう。あ、ごめんなさい、10本以上見てた、はい、で林さんの、さっきも話したけど、1989年、はい、6月17日、まだ昭和天皇もね、はい、ご存命で、うん、あ、そうだね、昭和60年、そうか、あ、違う、平成、あ、え、そうです、65年、88年が63年ですから。あ、平成元年が、元年、あ、そっか、平成元年の3月のライオンがちょっと体操の例やってる時期だったんだよね。あ、平成元年だよね、1989年は。でもなんかあるんですか。すいません、あの1989年、平成元年かと思ってた。はい、で続きましょう。だと思うけど、リリー K さん、佐渡山さん、は、映りました、ありがとうございます。信根さん、ありがとうございます。桜坂流英っていう、朝、これ本土の人は分からないんですけども、はい、あの桜坂流英っていう、あの映画館が、え、桜坂流英、流英本館、あ、ごめんなさい、流英本館、あの国際通りの突き当たりにあったんですね。そう、国際通りバーってこう北っていうか、やや東側なんだけど、はい、まっすぐ行って突き当たり T 字路になってて、その突き当たりにあった映画館ですね、はい、そこが、まあ、もう閉館するということで、あの特訓小僧が作品選定を、はい、あのお願いされて、まあ、その流映という映画館が上映できる配給関係の作品の中から、まあ、特訓小僧、当時の特訓小僧メンバーでバーって選ん で、はい、うん、でそれをいわゆる2日間に分けたって、うん、ノンストップ上映、はい、映画マラソンみたいな、本当に休みがなくて、うん、で、これが500円だったかな、そんな、しかも500円で、作品ごとの500円じゃないよ、1日500円、安い、ただ1日って言っても手裏劇場がすごい、夜1回来てたかな、ちょっと忘れたんだけど、1回その入って出ても使えたような気がするんだけど、うん、で、ね、そこで、うん、そのまあいわゆるオールナイトマラソンみたいな感じで、うん、はい、で、俺は一旦お家にも帰ったりもしたんだけど、はい、で、これで、この例のこのさっき映ってたかな、まあ、さあの私 の、 この映画ノートによると、俺も全部見たわけじゃないけど、約20本ぐらい、はい、10本以上はとりあえずあったんだから、なんかビーバップハイスクール5高校与太郎温度、なんでその作品、最も危ないデカ、はい、はい、なぜその作品、それはなぜ特訓小僧が選んだのかっていうのはまあ置いといて、あとリボルバー、ああ、リボルバー、フジタービーパチ、フジタートシア監督、これ面白い、ああ、はいはいはい、あ、でもこれは前にも実は俺見てるんだけど、うん、
まあ、さっきの前提で、あと人切り、あの三島由紀夫 が、ね、出てるやつですね、切腹するシーンがあるという、はいはいはい、あの五社秀夫監督の、あとね、スヌーピーとチャーリー・ブラウンという幅広すぎますよ、日本語で言うと、はい、いい映画ですよね。あとそうなんですか、同じく、あ、先ほどと同じく五社秀夫監督の三匹の侍、あ、これは平幹二郎君が、平幹二郎か、なんかスヌーピーが3匹に出るやつ、ね、あの丹波哲郎、長鳥さんの、はいはい、あと泥の川、もうこれ定番で、泥の川、あ、ナムネさん、89年は平成元年ですよと、あ、はい、分かってますね、ありがとうございます、の6月ですね、これ6月15日、いや、もう思いっきり平成です、はい、で、あとオレンジロードエクスプレス、あ、出た、先生の大好きな作品、これはもう多分俺がアピールしたの、これ絶対やってっす、これ未だにVHS にはなってるけど、それ以降のソフトにはなってないし、テレビでも配信、あの放映なかなかされない、これ見たいんですけどね、これ面白いです、タイトルかもしれないオレンジロードエクスプレス、急行とか、オレンジロード急行と書いてエクスプレスと言いますね、あの監督は大森一樹という監督ですね、日本映画です、年寄りが大活躍する映画、ヒポクラテスタスでね、有名な、あのソビエトにあの亡命失敗した岡田芳子、女優さんね、はい、アラカン、はい、で、なんやかんやって最後はあの竜英本館は男は辛いよ、虎次郎、ハイビスガスの花で沖縄映画で収めると終わったんですけども、これメモってるのでざっとこの作品なんだが、実はこう多分その間にも多分上映されてるんだよ、はいはい、その間に、ま、もうこっちでもなんかもうなんていうかな、通常の映画で映画見るような気分と違って、なんだろう、このちょっと休みに行くような気分になっちゃってよ、2日、俺この映画で寝ようかな、やっぱり2日間こうなんていうの、シネマラソンみたいなのやると、はい、変な感覚に落ちるんだよ、はい、こう何時間もずっとこう映画見たりする、まあ途中で1回落ち書いたりもしてるから、はい、でそこでこのこうまたね、こう竜英本館っていうのをね、座席が見上げる感じなんで、相当この、あ、そうだね、覚えてる、覚えてる覚えてる、あの相当このこういう角度で見る、極端、今極端な表現してるけど、はい、普通の劇場よりもこうかなり上が見える、これがまたね気持ちいいんだ、このね、この角度として、なんだろう、ビーチにあるようなあの椅子みたいな、はいはいはい、もう半分で寝てるような椅子だよね、あのビーチチェアってやつですね、そうそう、すごいくつろぎ、そんなに行くの、極端に言えば、はい、かなり、うん、あれ以上の角度を感じる、じゃあ映写室もみんなこんな感じやってた、違うね、それは違うね、まああのとりあえずそこでこの光を浴びるって気持ちいいなっていうのを感じた記憶がある、うん、まあだから途中で見ない作品、例えばさっきもあげたけど、スヌーピーとチャーリー・ブラウンとか、はい、途中で寝てるわけ、吉見さん、いい映画だって言ったんですけど、それそうです、せめてもっともアブダイデカで寝るべきだ、ピョン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 とかもあった、ポーキンをね、あとスター・ウォーズ日本語版とかも確かに出した、機械版ね、あったあったあった、ね、ちなみに寝た映画はスヌーピーとチャーリー・ブラウン、いやいやいや、だから多分僕はあのスター・ウォーズの日本語版も途中で寝たような気がするな。とにかくいろいろやりましたね、はい、ただこのあの時こう光を浴びながら寝る心地よさをこう初めて思いましたすごいビーチと感じた気がします、こんな感じ日焼けだね、映画焼けする、映画焼けってかっこいいな映画の光ちょっと映画焼けしちゃってかっこいいな、かっこいいな、ちょっと映画で焼いてきたんだよ今日まあ以上です、まあ他にもネタね、ああネタネタって今なんかダジャレだねネタのネタネタ、映画でネタネタはいっぱいあるんだけど、今ふと思い出したのがそれですね、これはもうあれです、映画単体の話ではなくて、うん、その場所、場所、竜英本館、眠れる場所と寝て光を浴びている感じの気持ちをさっていうのはもう本当に、うん、もう日光浴に、500円だったっていうのもあるし、うん、もうずっとフィルムで ほぼノンストップでやってたっていうのも、いろんな条件が重なってあの上場の環境、まあ、気持ちよく感じましたね。なるほどね。はい、ありがとうございます。ということで、はい、これよし、あ、これ待ってください。これなんていうのかな。林さんの春眠
暁を覚えるシネマというかシネマ体験ですね。シネマ体験でございました。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いいですね。なんか本当になんかこういうのなくなったね、沖縄。オールナイト上映。オールナイト上映なくなったね。つまんなくなったね。なんかあ、こういうあったんですかね。もちろんもちろん。っていうか、なんかずっとやってた。あ、そうなんですか。土日あの土曜日か。土曜日ありましたよね。なんかもう今日紹介された映画だけを集めてオールナイトしてみたいです、ね。面白い、ね。みんな寝てる。通常のオールナイトじゃん。本当これほぼ24時間ぐらいやってる。あ、その入園本館の入園本館。まあですよね。はい。はい、花根さん、1989年に見た映画のリストが見当たらない。もう今探してるね。何見たかなってことで。あ、さっきもちょっと話したんですけど、はい、あのね、1989年、88年か89年のだからこの、昭和天皇が亡くなって、で自粛、今なら俺すごく覚えてるんですけど、中学校の時だけど覚えてるんだけど映画の中で出てるんだよね。あ、だからあの3月のライオン、漫画じゃないよ、映画の方、はい、3月のライオンで、なんだっけ、街中、東京の街中の風景が、風景ショットがあるんだけど、はい、ちょうどさ、その時期なんだよ。はい、あのね、日の丸の半旗がかかれ、あ、日の丸が半旗になってて、この全部こう並木の方にされてて、はい、あの黒いリボンがずっとかかれてる、はい、ちょうどその時期に撮影してるわけさ。結構貴重だなと。あ、あの映画自体も結構面白い映画なんですけど、はい、そういったところを含めても面白い。あの時期撮ってる映画ってあんまりないはずだから、うん、そうだよね、うん、あれは結構面白いなと思いました。はい、いいですね。映画のそのバッチリ捉えてるだから背景っていうのが 今振り返ってみるとすごい貴重なショットだったということで、うん、はい、黒トカゲさん、花根湯さんにね、1989年に見た映画ですが見当たらない、何見たかなということで、黒トカゲさんがそれに対する返信、ゴジラ VS ビオランテ、大森克樹監督ですね。ある意味オレンジロードエクスプレスですね、俺たちの。ある意味いや、オレンジロードエクスプレスは本当に傑作よ。俺あのもちろん見たビオランテ傑作、うん、だからビオランテ傑作だったね。ビオランテ傑作、あれ大森克樹だったの。さ、ビオランテが岡田よし子なんですよ。違う。サグチャス。サグチャス。そうだね。サグチャスかですよね。リッツの人です。リッツの人。リッツの人。自分なんか代表作リッツです。違うよ。仮想圏の女でしょ。そうだよ。ああ、言われてみれば。ちゃんと見たことは。京都圏の女はまた違いますね。ということでございました。はい。でもこれで全部。じゃあ、大鳥が。大鳥がいます。この日のために残してました。待ってました。ちょっとさ、シネマラボ特感ご存のビオランテが今日を眠れるっていうか褒めてるのか培養した上で科学者自ら自らエスタップ細胞が今満を持してやってくれる。ハードルを上げるだけ上げて菊村さんに投げ渡すと。大鳥の菊村さんということでよろしいですか。はい、よろしいですか。じゃあちょっともうちょっとこちらお願いします。じゃあ私はこれです。どうも、すごい堂々とするのがいいです。はい、ドーンってこれ読めない。何、はい、ビッグリボンスキージョエル公演多分特館シアターかも。特館シアターってのは、あ、特館シアターでやった時に見に行った、うちらがやった上映会で見たのかもしれない。わからない。これでこの頃は特館シアター、あの確かにビッグリボンスキーは特館でやったんだよね。俺もその頃いなかったんだけど、その時はまだ菊村さんいなかった。入ってなくて、特艦小僧っていう存在も知らなくて、はい、ただダイハツで仕事してるだけの、うん、もうそのもっと前、何どこで仕事してる。2000年だ、2000年の初めくらい。その子は何やってらっしゃったんですか。やっぱ経理の事務してます。そうなんですか。そうそう、10年以上経理事務。どんどん情報が、あ、桜坂の劇場のその前、今話が出た桜坂龍英の桜坂、はい、そう桜坂にあった映画館に、龍英、本館じゃなくてシネコン、桜坂シネコン龍英ですね。そうそうそう、その前からずっとそこには通ってて、家が近かったので、はい、ひどい時はなんか毎日見に行くような。ひどい時、ひどい時ってまるで映画見に行くのが病気かのような言い方。多分その間に特館の企画の映画も多分見てるんじゃないかなっていう疑いは。けど特館は興味なかった。そう、特館の存在はでも知らなかったって。なんで興味なかったんですか。なんか知らなかった、新聞読んでなかったから。黒トカゲさんがキネタンを知らなかった。黒トカゲさん、あ、今これ言うの、菊村さんだ。全国民が一斉に正座。そう、あの
何回かあの特感でその映画を流していたので、はい、断片的には知ってて、で今回もう一回見直して、はい、やっぱり4回見て1回ちゃんと見たっていう、やっぱ寝ちゃったんですけど、この作品ですか、ビッグディバイ見て、でもやっぱ面白かったんですけどね、多分あのやっぱりってなんか繋がってないんだけど寝たのに、あそうなぜ寝てしまったか、寝たってどういうこと、多分ですけど、この前借りてまた寝たの、4回見たんですね、はい、ひどい、で本当に俺の一番好きな映画だったのに、ちょっと喧嘩売ってるやっとなんかストーリーがつながってすごい面白かったんですけど、はい、でなんで寝たのかなって考えたんですが、はい、自分昔あの吹奏楽部で音楽やってて、はい、クラシックやってて、クラシックっていい音楽ほど寝るんですわ、出るんですわ、つまりあの音が合わないとか下手な人の演奏はあの不協和音で寝れないんですね、あらどっかなんかその音楽であったのかなみたいな波長と、あまり気持ちがいいよなんかね、これあのマキアの暗殺の森、うん、事件理論そう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 の言い訳と一緒言い訳と一緒だけど俺は他にも考えた結果あの自分その竜兵時代の劇場ですごいよく寝てたんですね、そういう時は毎日買うって言ったら毎日寝てたわけじゃん、でそこなぜか他の映画館では寝ないんですよ、あのグランドオリオンとか国営館とか、なぜか桜坂に行くと寝るっていう、すごいなんか気持ちよかったんですね、なんか分からんでもさっきあの竜兵本館で椅子が気持ちいいって、やっぱなんか電気消されて、はい、なんか心地よい映像を見ながら、はい、なるとすごい集中して寝れるんですよ、桜塚シネコン流園のスピーカーはいいスピーカーだった、だったかもしれない、なんか気持ちよかったっていう、あの映画館はどこでも真っ暗になって上映、いい音鳴らしたらすぐ眠くなっちゃうんです、ね、自分が寝るのは桜坂だったんです、私が寝るのは桜坂、 あれでも寝たんですが、ロッキーホラーショーも見た、ロッキーホラーショーロッキーホラーショー寝る寝たんですよ、だって周りが騒いでるんだよ、あの頃って自分が見た時はさっきあの24時間のずっとあの深夜ずっとやってる、その時に行ったんですね、あじゃあ騒いでなかったの、うん騒いでたけどもうずっと見てるもんだから、はい、ちょうどその時に寝ちゃったって、一番楽しみにしてる時に寝てしまった、だからすげえな、いい劇、なんか自分の好きな桜坂劇場じゃないけどその前の竜兵、桜坂竜兵ではあそこは自分にとってもあった大好きな映画館だったんだなっていう、よく寝るのに寝るのだった映画見るのと眠るのどっちが好きなんですか、なんかあの頃はそれが気持ちよかったんですよ、そうなんです、ね、映画の中の安心感に抱かれてかもしれない、眠るっていうこの環境が好きだった、そうそうそう、だから通ってたんですよ、今でも寝るんですか、今ではあまり劇場に足を運ばなくなったのでなんかやめてもこれでこの話やめて、どっかが揺らぐから映画館行かないとか言い出さないのということで、はい、いい音楽で眠る、すごい好き、面白かったです寝たんだもん、寝たけど面白かったんですよ、あの林さんがよく言ってたブシェミのシーンを探すために4回も見たっていう、探すあ、待て、俺聞き逃したけど、ああの一応最後まで 見たは見ましたよ、ちゃんと1回は見た、見てました、あで林さんのよくしょっちゅう言ってるブシェミがあのなんだっけ、ああそうそうそう、ゴーラス、アイアムザゴーラス、アイアムザゴーラス、あの私はアザラシか、アザラシか、アザラシ、アザラシだったんですよ、ゴーラス、ゴーラス、あれこっちの2人 の、 あのジョン・グッドマンと、あ主人公誰、ジェフ・ブリジスがレーニンの話にを会話で盛り上がってる時に会話からいつもこの掘り出されてるんだよね、ブシェミは。それで一応なんかこうギャグで入ろうとしたのか、よくあるさこう会話に強引に入るの、と「I'm the Wars」「I'm the Wars」っていうジョン・レノンの曲のタイトルを言って無視されるというギャグがあるんだけど、いわゆる外国人にとってジョン・レノンのレノンとレニンがもうダジャレになるわけよ。ああ、レノンとレニンね。あそうそうそう、レノンとレニン。そこをツッコミで、わからんこのあるある、会話あるあるで、聞き違いだったり、わざと聞き違いしたふりして入るやり方、あのおかしさのシーンだったんだけど、
そこをね、あのクソトドナツコはろくに翻訳しなかったわけよ。言っちゃった。これはわかる。かかる英語のよくわからん俺でもわかるようなギャグを、うん、あのクソトドナツコはやらなかった。戸田夏子だったと。そう、あ、でも大切なことなのと言いました。訳されてなかったから寝たという。そういうことなの。違うか。違うけど。それ北欧に近いような気がするんだけど。まあそうですね。はい、黒戸影さんから今宵は玉音をたくさん拝聴できて幸せでございますと。これ下から目線の。下から目線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 。はい。まあ、というわけで、はい、木倉さんの、なんだっけ、もう忘れちゃった俺も。ビックリボウスキ。新聞かつき覚えシネマということでビックリボウスキでございました。ありがとうございます。はい。ということで。とりあえず寝るにはいろいろ理由があるということで一概に寝たからダメだったわけじゃないってことはよく分かりました。まあ人それぞれいうこと。そんな中で黒戸影さんは思い出しました、うん、ハワイマレー沖海戦は寝ました、あの映画真珠湾のシーンまで待つのは拷問と、まあ、そういう場合もあると。あとあの黒戸影さんまたね今でも覚えてるんですけど昭和天皇の、プレーの時期にテレビでやってたアニメのおそ松くん、脇役の旗本の頭の日の丸がどこの国でもない抽象的な旗になってた。本当知らんかった。あのリメイク版のね、リメイクっていうかあの新しいバージョンのおそ松くんだよね。俺知らんかったわ。そんな嫌だね。まあそんな感じで面白かった。はい、というわけで、メインユンタクですね、眠れる映画、良い映画、趣味は暁オブイズシネマでございました。ぜひ参考にしていただいて、ね、なかなか寝つけない方は、ご参考にしていただければと思います。、はい、安眠を約束する。でもなんか不快な気持ちではなくいい気持ちになれる、なるっていう、はい、これも新しい映画の楽しみ方として提案していきたいですね。ちょっと面白い、今日面白かった。あの本当にみんないろんな解釈があったから。今日面白かった、いろんな解釈があってちょっとびっくりした。よかったです。深いですねこの点は。深いです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあここで、告知をの前に、ここでちょっとねあの音楽を、みんなの歌のコーナー、心地よい音楽を流れる。はい、ここでねあのイージーリスニングをイージーあの聞き捨てならない音楽、あの歌詞の内容を、ね、聞いていただきたいと思いますね。大丈夫でしょうか。はい、はいはい、じゃあね八千代那須茂樹さんですね、一生売れない心の準備はできているかということです。どうぞ。一生ね、人生の一生ですよ。タイトルは一生売れない心の準備はできてるかという曲でございます。よろしいでしょうか。一生売れない心の準備はみんなできてるか。
時僕らの青写真に一体何が映ってたのか、青春のレンズは何を捉えていたのか。一生売れない心の準備はみんなできてるか。俺はできてない。マセロできてるかという曲でございました。これをこの間新橋のガード下のオイスター居酒屋で熱唱しましたところ、その日は流しのライブのおひねりライブだったんですけど、最後まで聞いたお客さんが結局ヘタレの歌ですよねって言われました。はい、そうです。若者に迎合したいという歌でございます。はい、ということでございました。八千葉那須茂樹さん、一生売れない心の準備はできているかでございました。できておりません。毎回なんか強く言わないとなんか飲み込まれそうで怖い。今日もできていなかった。まだこっちいただいておりません。はい、その、八千葉那須茂樹さんの新譜が登場しました。はい、こちらでございます。八千葉ね、9枚目のアルバムでございます。はい、茂樹の青春の落とし前でございます。こちらの方に出ますか。ライブツアー中かな。そう、これデザインがあのなんだっけ、ボガンボスのドント、ドントさんがドントさんが沖縄に移住した時のアルバムのデザインジャケットの有田さんが今回もデザインした。まあ、でもラッさんは、まあ、有田ちょっと仲いいですね。やってらっしゃいますよね。結構センサーあるんでね、彼ね。そうですね。その、がジャケットデザインも秀逸な、青春の落とし前が発売されました。はい、ということで、その発売とね、那須茂樹なんと50歳記念ツアー。一部で500歳記念ツアーというのが、まあ、今年から流れてるんですけど、今まさしく22日だったから那須さん誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。届いてるんでしょうか。はい、で記念ツアーということで3月24日月曜日、週明けですね、東京吉祥寺マンダラ2、オープン6時半スタート7時半で沖縄のフォークバンド、過去メンバー那須茂樹1人とかいますけど、八千葉のライブ那須さんの、ライブがあるということで、こちらゲストがなんとサックス川口さんで、チューバーは関島さんです。クリコーダーカルテルのお二人、であと島田さん、
だそしてあのボーカルの戸塚晴美さんですね、一度沖縄にも来ていただいておりました、が、ゲストで登場するということです。3000円、前より3000円、ね、当時の3500円プラスドリンクということですね。はい、ということです。吉祥寺マンダラ2、吉祥寺マンダラ2で、ね、あの検索すればすぐ出てくる有名なライブハウスですので、ぜひ見ていただき、あの行ける方はぜひ行っていただければなと思います。で、全国ツアーやってるということでございます。北海道も行くんじゃない？北海道も行くらしいですよ。札幌で確か500歳ああ、僕らも本当にそういうことやってるんですか？500歳あ500歳記念ツアーになった。500歳記念ツアーになった。要するにカメラが500歳いうことです、ね、どういう意味？まだ今500歳いや、だから八千文の公式ページでライブスケジュールとか載ってるじゃないですか。はい、24日まで東京、吉祥寺マンダラ2で、ね、那須市駅50歳、誕生記念ライブとかあったりするんだけど、札幌だけ500歳になってる。そうなんですよ。琉球放送の人なんだろう、間違いだと思うんですけど、すげーそこだけ単なる間違いだろ。間違いです。そこだけ10倍になってる。昭和層ないですね。なんだリュウさん使うんだよ。なんだそれ。はい、ということです。はい、ということです。そこは確か黒田さんのチケット買ったという間違いで、確かに気になりますね。単なるミスなのか。まあよくある、まあよくある話でございます。10倍早く生きたのかな。ずっと500、まあでも那須さんだったら500歳生きててもおかしくないです。まあ、まあ、しょうがないよね。はい、ということですね。はい、達観してます。はい、であの花の湯さんはね、なんと新婦発売記念東京ライブ行くぜと。花の湯さん、花の湯さんも特感がちょっと育てた家賃もあって育てたってわしが育てたみたいな。で、大好き沖縄さん、那須さん、明日は東京でライブ出すと。今日から24日は、しかも明日は那須さん生まれ日ということですね。素晴らしい。はい、ということですね。あ、これ東京さん行くよ、来週の声に500歳ライブ、500歳ライブ、あ、ファルコン、わわ、那須さん明日からツアーですかということで。あ、ファルコンも行くといいんだよ。そうだよ、ファルコンの新譜も買ってください。面白いです、素晴らしい。ファルコンの新譜、あれファルコンの新服ジャケットは、まあ、ちなみにううとあの黒とかさっきのあのハタボーの件、ハタボーの件ガチです。ひねくれ者だった自分は自粛ムードのあの訴状の中、ハタボーはどうすんのって手に汗握ってオンエアを見てました。そしたら制作の間に合ったであろう週からハタがなんとかでした。なるほど、リアルタイムでそういうことが起こったんですね。で、来週の500歳ライブにも行かれるということで、ぜひ楽しんできてください。いいですね。はい、で、今ツイートでつぶやいてくれたファルコンさんのファルコンの新婦ユージさん、はいはい、ちょっと待ってね。はい、こちらでございます。かっこいいじゃん。ウォークオンザシーということで、ファルコンの新婦でございます。海を歩こう、はい、全て、ここでね、収録されてる曲は全て沖縄で、なんとしかも野外で全部録音されたということで、私下手ですね。しかもこのカメラでというここか、はい、しかも今ここで、はい、なんとこの、このアルバムの画期的な、このアルバムの画期的なところはですね、なんとビデオカメラの録音についてるマイクで全部録音したという。なかなかないです。VX2000 という、はい、皆様が見ているこの映像は、はい、これね、はい、これね、これで撮られてる。このカメラでほぼ撮ってます。てか多分全部かな。いうことですね。CD が今映ってます。はい、佐長島、大島、中城、沖縄県内のね、廃棄の武器とともにアコースティックギターのソロで録音と。録音は沖縄在住の映画監督、トーマ・ハヤシ。マスタリング、スコット・フル。ジャケットデザインと監修はウクレレとパイツの石田秀則ということで、はい、なんとも豪華な、ね、スタッフに囲まれた場合。よく通るんだよ。まあそういうことでね、こちらね、消費税込みで1500円と。安っ、3月中に買えば、1500円で買うことができますと。消費税がこれどうやって買うんですか？これはファルコンのホームページからしか今買えないから、はい、ファルコンストアーズ .jp というのがありますので、あるいはファルコンのライブに行けばもちろん買える。もちろん買えます、ね。東京以外でどこ行くんだろう。ファルコンストアーズ .jp というのがありますので、もしくはファルコン沖縄とかね、リンク貼りましょうね。あ、ぜひよろしくお願いします。あ、アコースティックギターなんですよ。なんだ、ファルコン、今、ヨッシミが売ってるんだけど、そのリンク先にサンプルの元が入ってるけど、まあ、これ聞いても、
ちょっと 音質を落としたりして、あと途中で切ったりしているからちょっとピンとこないかもしれんけど、絶妙なタイミングでね、あの飛行機が飛んだりとかさ、まあ、野外録音なんで、あと波の音、うん、あこれ本当に美しい、これ合ってんだよね。でまたファルコンセミの鳴き声とかね、そうそう、でまたファルコンのね、スライドギターだよね、すごい、あスライドギターっていうか、まあ、いろいろ、いやいろんなのもうこれちょっとすごいテクニック、風のアルペジオ、今もついてる、風のアルペジオ、風のアルペジオ、黙ってる、じゃあ全てオリジナル曲で、私は、この曲、私はあのその録音した音をいつもあの仕事の BGM で聞いて、結構これがね気持ちいい、ベースが落ち着きますね。ファルコンの曲は、あ、ファルコン、ファルコンさん自身が、はい、あのね、ファルコン .net のあ, ありがとうございます、はい、ということでぜひご購入ください。本当にこれはいいアルバムです。僕も大好きです。よろしくお願いします。そしてさっき の, あの登場であのてっちゃんだと黒竹さんが興奮しておりますああてっちゃんでした。今日は2人のてっちゃんでした。はい、はい、ということです。それ以外のもやりましょう。あ、待って待って、今多分業務連絡っぽいんだけど、ファルコン見てるかな。見てる今なんで、ね、ここで今じゃあ個人的な方見てんだったら、あのナッさんのライブに乱入して自分の CD 販売すれば多分ナッさんに交渉したら多分できるかもよ。ナッさんの誕生日を言い合うとかそう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 、うん、っていうか多分やれ、一緒にやれって。いやナッさん自身がこんなことばっかりしょっちゅうやってるから、まあ、そうなんですか。パンクですね、うん結構涼しいからね。あ、関島さんとは川口さんとは知り合いなの、ファルコンは。誰がファルコン、どうなんだろう。あ、でもあの川口さんよりもあの関島さんは結構顔広いから、どっかで知り合いなの、ファルコン、うん、まあ、ね、まあ、どっかで知り合いになって関島さんとファルコンが、うん、ただ24日まで東京で家賃もライブということなので、うん、どっかで相手するファルコンが良ければ那須さんの方に事前に殴り込み行きますって、ね、っていう連絡するという手もありますので、よろしくお願いします。はい、はい、個人的な告知でございました。企みを全部流すということでね、全然関係ない、はい、なんかインディーズで俺 CD 作ってんだけどってやつが明日矢印のカメラいやだな。はい。CD 持ってください。じゃあもうそのまま続けましょう。はい。私たちのもう大先生でございます、セラトチカさん。はい。山陽新聞で連載中、著書『沖縄劇画大全』、そして『シネマ珍宝石』、まあ映画の沖山ジャケ。結局俺なんかの結構プライベートな。こちらも絶賛発売中でございますので、ご購入の方よろしくお願いします。特刊報道のバイブルでございます。バイブルでーす。はい。そしてこれはな、沖縄旅行行く前にこれを。この右側、こちら岡山に旅行に行って、はい、呼んでちょっと助手して行ったらじゃないの、この2作の岡山、はい、沖縄映画、ね、これを見て、これに載っている作品とかを予習して行くとロケ地巡りとかできるじゃないですか。いいと思います。そういう面白さもありますね、はい、ということです。で、あと万映画の奥亀鮭の方はマンゴーとして有名な、ね、石井久志先生の、ね、書き下ろしの4コマがついてると超豪華な内容となっております。ております。はい、ということです。こちらも、特刊こそのサイトのトップページからリンク貼ってますので、はい、こちらから買えると思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、他にはね、第6回沖縄国際映画祭がね、すでに始まっております。明日は、国際、明日じゃないか、明後日だ、明後日日曜日、は国際通りでレッドカーペットが行われてる。国際通りでレッドカーペット、どうなんでしょう。その前に自慢すること、あ、この話は今あえて置いてます。あえて今伏せておりました。あ、じゃあ OK、 はい、まあ、ということで、あの言わないの、あ、います言います。あ、で、あの、まあ、ということで沖縄国際映画祭ね、今日あの松見さんと、松見さん映ってないけど、はいはい、松見さんと、ゆりのさんがね、あのすでに動いてますけど、はい、特刊小僧のね、ここに来てない、小沼さんとか、あの特刊メンバー各自で、映画祭の方にね、プレスとして入っていろいろね、あの取材をしておりますので、はい、その結果の方も、特刊小僧のサイト、キネマ、探偵団オンウェブ内の、はい、ニュースサイト、ニュースブログですね、ニュースを我らのほど、ね、掲載予定ですので、ぜひ楽しみに待っていただければと思います。はい、なかなか聞けない情報の記事の方になっておりますので、よろしくお願いいたします。で、はい、ここから私の一番の自慢が始まるので、心して聞いていただければと思います。解説ひれれがどーん
はい、ということで、そしてあの昨日ですね、もうすでに沖縄国際映画祭が、始まってたんですが、昨日沖縄国際映画祭、その那覇市にある桜坂劇場の方でもですね、桜坂映画大学と称して、芸人さんとか映画関係者の方が、映画を見ながら生オーディオコメンタリーをするという企画がすでに始まっているんですが、その、企画の一つで、映画評論家の町山智博さんが、実は初めて沖縄に来たと。初めてだった。初めてだったそうですね。はい、ということで、私、昨日ですね、取材をさせていただきました。お、高校生の頃から大好きな方だったので、はい、もうものすごい緊張してたんですけど、はい、もう特感でも林さんとかね、みんなでどうしたらいい、どうしたらいいみたいなずっともう、もう慌ててたんですけど、昨日無事終了、あの取材させていただきまして、本当にいい人でした。あの昨日あの今日、あ、昨日僕はあの桜坂劇場の近くにある八千代のライブの方に撮影に行く途中に、リュウジだってどうだったって聞いたら、もうリュウジがもう困ってるのでそうなんだけど手を差し伸べて、はい、とりあえず俺、とりあえず握手したんだけど、まあうまくいったんだろうなまだそれ以上の具体的な話は聞いてない。いや、もう最高でした。あの百田直樹批判とかね。あとあの百田と言いますけど、あのであとあの上原正蔵さんの話とかね、あの上原正蔵の話までした。あのね、残分どういうインタビューしたか。いや、もう本当にさ、もうあっちゃこっちゃね、反応回る話で。何分ぐらい話した？20分。もうものすごい時間なかったから、聞きたいことだけ聞いたんですけど。まとめるの大変そうだな。いや、なんとなく繋がってる。いや、本当にさ、聞きたかったこと本当にいろいろ聞けてよかった。映画の見方が変わりました。変わらなかったんだけどさ、なんかよかった。ダッチャイワの話はしなかったです。はい、あとはけど、あとね、戸田夏子の話はしました。あいつは誤訳ですって言ってました。僕のはね、悪役ですって言ってました。分かっててやってます。最高でした。はい、誤訳と悪役の、ね、うまい、まあ。本当にあの大先輩ですからね。ですから腰が低いって言い方するのも失礼なんですけど、本当にあの優しくて丁寧な方でね、本当にあの素晴らしい方でした。でも今絶賛今ね、あの、テープ起こし中で、なるべく明日か明後日までにはもうテープ、もう記事を出していきたいなと。じゃあ、パイ投げ事件の話はしませんでした。あ、そうか、はい、ちょっともう、いろいろいろな話があった。ね、本当は聞きたいこと、いや、本当は時間があれば、もっともっとでしょ、時間があればもっと聞くべきです。瞬間パイ投げすればよかった。ちなみに、金曜記念、あ、木曜キネマ探偵団の宮坊さん、ね、はい、プロデュースしていただいて、宮坊さんの方も、町山さんのイベントに来ていただいて、はいはいはい、平君って言って、あ、パイ投げたって言われました。投げないよってみんなに言われてた。まあそういう感じで、本当にね、本当に皆さんのおかげで私の大好きな方にお会いできてよかったということで、はい、今年はもうこれで終わりと思い残すことはございませんということで、はい、はい、自慢でした。はい、新メッセージ黒竹さん、町山さんって進撃の巨人の脚本に携わってるんでしたっけと。あ、携わってらっしゃるそうです。はい、ということで、もうそこら辺も とてもいい話を聞きました。やっぱり映画の評論とかね、いわゆる、他人が作ってる作品のことをいろいろ言ってる人間がやっぱりこう実際自分が作ってまた言われるんじゃないかという立場に行くことに対してはどう思われますかって聞いたら、怖いですよと、けどやっぱりやるんですっていうところを聞いた時に男気がある方だったなと思って、でもやるんだよなんですよ。ちょっと名言っぽい感じ。いや、本当に、本当に男気があるっていう方なんだなと思いましたね。宮坊さんが弱虫という。何弱虫。いや、パイ投げればいいってもんじゃないからね。誰にどの目的でいつ投げるかだから。今でしょ今じゃないよ。パイ投げしてタッチアップ上げて、うん、そっから話聞きたい。映画表だってね、こういう裏返って映画表だ、映画表だみたいな。どっかことだ、どっかことだ、どっかことだ。小僧だからしょうがねえな。黒トカゲさんに逆に町山さんにパイ投げてもらえばよかったのではと。あ、その手はあったかも。好きなんでお願いします。そっか、まあそういうことで。あ、ちなみにあれ、そのパイ投げ事件の映像の VHS テープとか。なぜバラすか。まあまあけど、まあそういうことで YouTube で上がってたと思うけどね。あ、そうなの。まあそういうことでした。はい、はい、ということで最後僕の自慢で終わったということで、最高に気持ちのいい番組でございました。
はい、恐るべしということで、はい、次回の木曜キネマ探偵は4月3日でございます、うん、で金曜キネタン、宮本さんにプロデュースしていただいている金曜キネタン、ああ間違えた逆だ、宮本さんにプロデュースしていただいている木曜キネタン4月3日で、この金曜キネタンですね、ここでやってる金曜キネタンは4月18日となっておりますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、以上でございます。はい、ここでみんな感想聞く、もうてっぺんも超えてますからね。菊村さんの最後の、そうだよ、最後菊村さんの、カデカルさんじゃない、いや菊村さんはあくまでも代理人しか過ぎないわね。はい、そう、最後に菊村さんのね、あの一言コメントいただいて、今日どうだったかってコメントいただいて、お別れとしたいと思いますので、黒トカゲさんもぜひ心して聞くように強く。はい、どうぞ。今日どうでした？大きい声でね、はい、はい、面白かったです。どこら辺が、どこら辺が、はい、なんかいろんな、なんか眠れる映画を見てみますということで、で寝てみますと、寝てみますと、ビックリボウスキーの再挑戦とか、いいですね。もう一回流そうとしてる。眠いでしょ。まあそういうことで、はい、はい、これでいいでしょうか。はい、ということで、今日の金曜キネマ探偵団はこれにて終了でございます。皆さんありがとうございました。お疲れ様でございました。じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。すごい3ヶ月で。こんなこと。シネマラボ特刊こそ金曜キネマ探偵団。毎月第3金曜日の夜、沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特刊小僧メンバーが酒を飲みつつ映画について語る居酒屋的視聴者参加型ユーストリーム番組。ツイッターなどでの参加も熱烈大歓迎。シネマラボ特刊小僧の金曜キネマ探偵団。